あ、ここはどこ？新しいチャレンジの始まりだね。楽しそうね。私から始めてもいい？何か美味しいものが入ってる予感がするの。ちょっと外れたけど、ポップイットがたくさんある。なんかすごくいい匂いがするな。あ、やっぱり食べ物なのね。ミラ、何してるの？ゴムは食べちゃダメでしょ。これはゴムじゃなくてグミなの。一気に食べたいな。大変だけど私ならできる。ラッキーだね。いいな。そうね、私も食べてみたい。美味しかった。お腹いっぱいだけど。それなら僕たちにちょうだい。勝手にもらっちゃいましょうよ。全部見えてるんだからね。私のポップイットに触れないで、自分で食べるわ。分かったわよ。それなら自分の金庫を開けるわ。何これ、信じられないわ。動いてる。嘘、生きてるミミズなの？ジュリー、最悪だね。僕の金庫じゃなくてよかった。どっか行って。ミラの方に飛んで行ったみたいだよ。ジュリー、なんてことしてくれたの？今すぐどうにかして。落ち着いて、掃除機でどうにかなるわ。見て、ミミズが鼻の下にいるよ。アレックス、笑わないで。ミラ、大丈夫よ。今すぐどうにかする。やめて、私の唇が。すごく楽しかったね。あ、ミラの顔を見て。二人のせいでこうなったのよ。全部アレックスのせいよ。アレックスに邪魔されたの。仕返ししましょう。ジュリー、なんで口の中にミミズを入れたの？これで私たちだって笑えるわ。そういえば金庫開けないの？変な瓶が入ってるよ。なんだろう、味見した方がいいのかな。どう？何かが起こってる気がする。何？ミラ見て、アレックスが小さくなった。あ、かわいいじゃない。アレックス、今机にあげてあげるわ。ミラ、ありがとう。でももうちょっと気をつけて。アレックス、すごく似合ってるわよ。一生このままでいて。いいアイデアだね。おお、ポップイットだ。食べるだけじゃなくて飛ぶこともできるよ。トランポリンよりも楽しいね。アレックス、何してるの？楽しんでるんだ。やっぱり可愛いわね。この投げキスはみんなに送ったよ。あ、疲れた。もう飛ばないよ。それならさ、ちょっと遊ばない？そんなことしたくないよ。なんですぐに噛むのよ。嫌だって言えばよかったのに。楽しいと思うけどな。楽しいですって？本当の楽しさはこれから始まるのよ。戦いなさい。ジュリー、何をするつもりなの？ミミズと戦えばいいんだね。こんなの簡単にやっつけるさ。今のところは負けてるわね。大丈夫、まだなんとかなる。アレックス、すごいじゃない。勝ってるわよ。くらえ。あと少しで勝てるぞ。あと少し。すごいのね。びっくりよ。そろそろ元に戻らないと。また元の大きさになったのね。そうだよ。私から始めてもいい？いいよ。わあ、見て、新しい iPhone よ。綺麗。からかわないでよ。羨ましいんでしょ？二人は絶対に手に入れられないのよ。アレックス、邪魔しないで。僕にちょうだい。絶対に奪ってみせるからね。二人ともやめなさい。私に貸して。ミラ、何してるの？返してよ。ゲームしてるの。邪魔しないで。僕も遊びたい。
まあ、私には関係ないわ。なんてことしてくれたの？私の携帯が落ちたじゃない。あ、ごめん。アレックス、私の携帯は？見ない方がいいと思う。あ、バレたわ。ごめんね、わざとじゃないんだ。喧嘩しないで、私の金庫の中身を見てみましょうよ。なんか変な音がするわね。何が入ってるの？なかなか取り出せないわ。逃げてく感じがする。嘘でしょ？カエルなの？本当に？そんなはずないでしょ。誰かどうにかして。カエルなんか触らないよ。やった、どっか行ったみたいね。今度は私の方に飛んできたわ。ああ、本当だ。ヌルヌルしてる、最悪。ジュリー、飲み込むところだったんだけど。そんなにびっくりしなくてもよかったのかもよ。見てよ、可愛いじゃない。もしかしたら王子様なのかもしれないわね。キスしたら変身するのかな。どう？カエルにキスしたの？そうよ、確かめてみたかったの。僕の方には何が入ってるかな。これ何？どうすればいいのかな。かぶってみたら似合うかもよ。ミイラ、気をつけて。またカエルが逃げたよ。あ、見て、カエルがチョコみたいになったよ。あら、本当ね。これ本当にチョコなのよ。おいしい。その帽子の使い方がわかったわ。私だって何を入れればいいか思いついたわ。何してるの？携帯をチョコにしたのよ。いいね。すごくおいしいわ。僕も何かチョコにしたい。でも何もないよ。ジュリー見て、アレックスがチョコになった。ミラ何してるの？指をどうするつもり？ダメよ、食べないで。そうね、食べない方がいいと思う。アレックスを元通りにさせるためには帽子を外せばいいんだと思う。ありがとう。今度は僕からね。おいしいものが入ってる予感がするよ。わあ、チョコシェイクだ。おいしそうね、分けてくれる？まずは開けないと。一人では何もできないのね。ここを回さないと。ありがとう。で、それで分けてくれるの？分けるわけないでしょ、自分で飲む。すごくおいしいよ。意地悪ね、手伝ってあげたのに。くらえ。ジュリー何してるの？僕のシェイクが。分けてくれればこうならなかったのよ。なんだよ。今度はミラの番ね。何かまずいものが入ってると思うわ。あー、魚だ。どうしよう、こんなの食べたくないわ。早く食べて、臭くて息できないよ。いやよ。わかった、みんなのために食べてあげるわ。気持ち悪い、魚なんか一生食べないわ。まだ残ってるよ、早く食べて。わかった、一気に食べちゃう。すごい、どうやったの？ミア、すごいね。やめて、僕の方に飛んできたよ。面白かったじゃない。面白くないよ、金庫を開けて。キャンディーが一つしかないわ。どうすればいいのかな。食べちゃおう。美味しいけどこんなのじゃ満足できないわ。変なおやつね。そうだね。あれ、何これ。顔がキャンディーだらけだよ。でもよ、すごい、魔法のキャンディーだったのね。見て、取っても取っても新しいキャンディーが出てくるわ。僕も食べてみていい？おいしいね。見て、僕の方にもキャンディーが出てきた。すごい、気に入ったわ。ミラも食べたい？いやだ、おかしいわね。
やった新しい金庫だ。開ける準備はできてるわ。あ、ヌテラが入ってる。そうね、すごく大きいわ。ラッキー。ジュリー、気をつけて。あ、痛い。二人ともごめんね。今はヌテラに集中したいの。早く食べてみたいな。見てよ、すごく美味しい。僕も食べてみたいな。やった、少し食べられる。私のヌテラに手を出さないで。誰にも渡さないんだからね。ジュリー、汚いわよ。だから何？あ、私の手が。今すぐ助けてあげないと。アレックス、引っ張って。こんなの嫌よ。引っ張ってるよ、抜けない。助けて、転んじゃうわ。引っ張ってって頼んだのはジュリーでしょ。やった、ヌテラゲット。私は大丈夫よ。そんなの興味ないよ。なんで私のヌテラを食べてるの。まだ残っててよかった。そろそろ私も開けるわ。あー、最悪。カビチーズよ。早く食べて。そうすれば臭くならないよ。手伝った方が良さそうだね。やめてよ、自分でできたのに。でもいい感じじゃない。ほとんど食べ終わってるね。どうやったの。あと少しで吐いちゃいそうよ。吐かなくてよかった。残るのは僕の金庫だね。あ、ブラックホールよ。まずは簡単なものから。フライドポテトを作って。簡単よ。わかったわ。ちょうど料理できるようになりたかったんだよね。みんなが皮を剥いてる間に僕はオリーブオイルを用意するよ。多ければ多いほどいいと思う。あと少しで沸騰するから、切ってあるポテトを油に入れよう。ちょっと待ちなさい。あ、熱いよ。油が跳ねてる。何してるのよ、油は危ないのよ。ゆっくりゆっくり入れないとうまくいかないでしょう。ほら、フライドポテトの出来上がり。あとはソースを足すだけね。そんなのフライドポテトじゃないでしょ。私は本物のポテトを作ったわ。でもまだまだこれから。見てなさいよ、ベーコンとソースと最後にローズマリン。すっごくいい匂いね。ビンゴー。そうだ、まだ諦めちゃいけない。グミのポテトを作ればいいんだよ。ストロベリーシロップも用意したらすっごく美味しくなるって聞いたことがある。すごい、このポテトから食べてみるね。あ、おばあちゃん、美味しいよ。あ、ローズマリン嫌い。悪いけど気に入らなかったわ。グミポテトはいいアイディアだと思う。お兄ちゃん、すごいね。優勝者はおばあちゃん。やったわ。今度はお寿司を作って。お願い。やってやるぞ。最高なレシピで作るわよ。寿司？田舎者は寿司が何なのか知らないのね。なんですって？一番おいしい寿司を作ってみせるわよ。普通の寿司じゃつまらないね。いろんなお菓子を使って寿司を作っちゃおう。中には生クリームを入れるよ。目玉グミも使えるね。あとはハリボー。いいね。そしてもちろんチョコシロップ。
すごいじゃない。私ももうすぐ作り終わるわ。シェフの手順を真似すれば完璧よ。結構簡単ね。簡単ですって？すっごくまずい寿司が出来上がるんでしょうね。ソースじゃないの。これって何？アボカド？綺麗に巻くのが大切なの。おばあさんにはできないでしょうね。じゃーん。あと少しで完璧な寿司の出来上がりよ。あら、寿司ってこんなに不気味なのね。今度はサーモンの出番ね。サーモンはたっぷり使うのが大切なの。お醤油も忘れずにね。お魚ですって？わかったわ。完成よ。美味しくできたかな。あら、シェフの寿司の方が素敵ね。ビンゴ。でもいいこと考えた。きゅうり巻きを作っちゃうわ。健康にいいし美味しいわよ。まずいと思うわ。なんですって？きゅうりはすっごく美味しいわよ。お米も多めに入れないとね。美味しくなさそう。まだまだこれからよ。ほら見て、素敵でしょ。何これ、きゅうりとお米？こんなの見たことない。こんなの食べない。甘い寿司は喜んで食べるよ。グレー、美味しい。でもお腹いっぱいになれないわ。残り一品ね。わあ、本当の寿司だ。今回はシェフの勝ちよ。最初から分かってたわ。ワッフルは誰でも作れるよね。まずは生地から始めるんだよね。簡単にできると思う。まずは砂糖を入れよう。そして混ぜ混ぜ。いいね。次は小麦粉。あ、鼻に入っちゃった。あら大変。大丈夫さ、続けるよ。あ、全部入れちゃった。でも美味しいワッフルが作れるはず。できた生地をワッフルメーカーに流すよ。妹のために最高なワッフルを作ってやる。生地は美味しくできたわ。卵の殻も入らなかったし、美味しいワッフルになるといいな。二人はお砂糖を使ったけど、砂糖は体に悪いのよ。私は代わりにズッキーニを使って生地を作るわ。見てなさいよ、できた。あとは卵と小麦粉を入れるだけ。混ぜるわよ。ハーブも入れるの。まずそう。健康にいいのよ。ワッフルメーカーに流すわ。ワッフルが焦げないようにしないと。ああ、いいね。あ、焦げちゃった。熱いよ。でも大丈夫。生クリームとベリーとチョコソースで焦げた部分を隠しちゃうよ。
ほら、いい感じ。ワッフルといえばメープルシロップよね。バターも乗せるわよ。おいしそう。私のヘルシーワッフルはハーブで飾るわ。食べたいな。お兄ちゃんの焦げてる。こんなの食べないわよ。これ何？ズッキーニと草？野菜大嫌い。あ、おばあちゃん、すっごく美味しいよ。今回の優勝者はおばあちゃん。頑張った甲斐があったわ。美味しいコーヒーが飲みたいな。オッケー、わかったわ。あ、いいこと考えた。熱いコーヒーだとつまらないからフラペチーノを作っちゃおう。行くぞ。とりあえず氷をたくさん用意しないとだね。そして美味しいチョコシロップも絶対に必要。コーヒーはスターバックスのを用意してるんだよ。トゥイックスのシェイクも合うと思う。牛乳の代わりに使ってみるよ。私はインスタントコーヒーを作るわ。孫の好みならよく知ってるもの。じゃーん。あとは生クリームとお菓子だね。行くぞ。オレオを粉々にしよう。チョコバーもいいね。ストローももちろん忘れないようにしないと。今度は私の番ね。コーヒー豆から本当のコーヒーを作るわよ。これぐらいで大丈夫。さあ、サイズを小さくするわ。見習いなさいよ。そしてやっとお湯を入れるの。コーヒーってそうやって作るの？いい感じね。カップに入れるわよ。ミルクだって自分で混ぜる。飾り付けだって忘れないようにしないと。このコーヒーから飲む。 おばあちゃん、いつものコーヒーだよね。正直に言うと好きじゃないの。こっちの方が美味しそう。美味しいけど苦いな。 No. 残りは一杯。あ、すっごく美味しい。優勝者はお兄ちゃん。やったやっとチャレンジが始まるね。あ、僕はラッキーじゃない。一個しかないよ。私の方がたくさん持ってるわよ。私なんかもっとたくさんあるわ。アレックス、運が悪かったわね。でも私たちから食べ始めるのよ。Okay. やった。僕はハバババのこの味が大好きなんだ。何してるの？ Awesome. Come on. アレックスのガムなのにゴミ拾いは私がしないといけないわけ？あ、怒らないでよ。それよりもどんな風船ができるか見てて。出来上がった風船は遊びにも使えるんだよ。でもそのためには達人じゃないといけないんだ。あ、すごい。アレックス、お見事ね。そろそろ私もガムを噛みたいわ。まずは包装紙をどうにかしないと。
いいことを考えた。すごい、やっと食べられるわ。みんなこっちへおいで。すごい、すごく大きな風船ができるから見ててね。僕よりも大きい風船は作らせないよ。Oh, no! 待って、なんてことしたの。最悪ね、風船も眉毛もなくなったじゃない。どうやって行ければいいのよ。元に貼ればいいんだよ。ちょっとパニックになっちゃったわ。次はミアの番ね。やっとだ。私は風で包装紙を飛ばすわ。awesome! いいね。さあ、どんどん食べちゃうわ。すごく大きい風船を見る準備はできた？始めるわよ。ミラ、もうやめて。大きすぎるよ。どうしよう。ミラに戻ってきてもらわないと。ビンゴ。いいこと思いついた。風船を割ればいいのよ。アレックス、はい。なんで僕なの？じゃないとミラが宇宙まで飛んできちゃうわよ。ああ、もう、私がやるわ。やった、当たったね。もう、鳥の仲間にならないといけないかと思ったわ。みんなの元に戻れてよかった。Oh, no! ああ、一つだけよ。僕は十個もある。やったー。見て、私はもっとあるわよ。僕のザクロの方が美味しいもん。ミラから始めて。やったー、ザクロ大好きなの。見て、すごく美味しそうでしょ。でも食べにくいわよね。こういう時のためにはピンセットがあるの。便利だし、手を汚さなくてもいいのよ。まずはお皿の上に全部出して、その後食べるわ。そっちの方が美味しく食べられるわよね。そう、こんな感じ。100粒あるわ。やったー、美味しさ100倍よ。ザクロは1つしかなかったけど、私は満足よ。今度はアレックスの番ね。 OK。まずはザクロを開けないと。切るのは簡単だけど、破るのは難しいよね。アレックス、なんか恐ろしいわね。恐ろしくないよ。すべてはザクロを食べるためなんだから。頭狂っちゃったの？違うよ、美味しいザクロを食べてるだけ。ほら、早く食べ始めなよ。そうだったわね。私も始めるわ。ミラ、包丁を貸して。はい。食べるのはつまらないと思うわ。でもジュースを作るのは楽しいわよね。ちょうど使えるものがあるの。すごい大きい機械だね。こんなにたくさんのザクロがあれば、美味しいジュースができるわ。こうやってザクロを絞るの。みんな見て、すごく美味しそうでしょ。早く飲みたいな。どう？美味しい？すごく美味しいわ。顔にもジュースがついてるよ。そんなの平気よ、吹けば大丈夫なんだから。なんでこんなに少ないの？僕はもっとあるよ。見て、ミラのコーラ。そうよ、私はコーラタワーを持ってるの。でも一番目に飲むのは私よ。だからラッキーなのは私。
コーラはいつ飲んでも美味しいわね。飲んだ後はお腹がおしゃべりしだすの。一気に全部飲みたいからいいこと考えたんだ。まずは一気に開けて、次にこのストローを差し込むよ。こないだ自分で作ったんだ。いいじゃない、やっぱり美味しいな。あ、炭酸が。すごいゲップね。そうでしょう、僕は男だからね。私はペプシコーラが好きよ。だからこの缶のコーラが飲みたいわ。全部落ちちゃうじゃん。それでいいじゃない、タワーのてっぺんまで上がらなくてもよくなるわ。一気に全部飲みきれるかな。頑張れ。わほほん、ゴミを投げないで。そうよ、缶なんだから当たったら痛いのよ。ごめんね、今はそれどころじゃないの。ミラどうしたの、何そのお腹。全部炭酸よ。あ、みんな逃げて、緊急事態発生。あ、すごい。ミラ、もう飲まないで。そうよ、もう何も飲めないわ。